スタートさせていただきたいと思います。皆さんお疲れ様です。よろしくお願いしますということで、まあね、第1部参加された方はもうやるんかいっていうところになるかなと思うんですけども、はい、まあ、変わらずね、やって新しい気持ちで、やっていこうと思います。で、第2部はですね、アクセント編としまして、まあ、アクセントの、動作にちょっと着目して、やっていこうかなと思ってます。まあ、16ポンプのその、アクセント練習ということで今日はやっていこうと思うんですけど、まあ、アクセントがなぜ必要かというと、まあ、この手を、まあ、下ろしたり上げたりとか、このするような動作でアクセントをこう叩いたりするんですけど、まあ、この上げたり下ろしたりっていうこの動作っていうのは、まあ、もちろんその座面に強弱をつけて、まあ叩くっていう、まあ、メリットの他に、まあ、他の場所にこの移動するため、まあ、例えばそのタムとかにドゥタタタドゥタタタってこう移動するときに、まあ、タムとかはダウンストロークっていうこの、まあ、手を下ろす動作で叩いて、で次の動きにつなげるために、まあ、スネアはこの上げながら叩くとか、なんかこう上げる手を上げるついでに叩いたりとかっていうような状況っていうのは、まあ、ドラムセットをこう使ってると、まあ、非常に多かったりするので、まあ、それのその基礎の、部分として、まあ、このアクセント練習というのは非常に、効果的かなとも思うし、まあ、一部でもそうなんですけど、まあ、このリズム練習として、まあ、このアクセントって、まあ、この1個目を狙ったりとか4個目を狙ったりとか、まあ、細かいところを狙ったりするんですけど、なんかそういう細かいところを狙う練習として、まあ、リズム練習としても、まあ、非常に、取り入れていけるんじゃないかなと思うので、アクセント編として90分間やりまくりたいと思います。で、まあ、アクセントは特になんですけど、力が入ってしまうとこう良くないし、まあ、手首をこう痛めたりとかもするので、あんまりちょっとね、今日、まあ、本日特にパッドを使ってずっとやるので、ちょっと避けてほしいところが、その親指と人差し指かな、なんかここの親指と人差し指でこう座面のスティックをうって止めると結構この手首に負担がかかったりとかするので、ずっと続けると手首を痛めたりする可能性が出てくるみたいな、ぜひちょっと試してもらいたいんですけど、ここをグーって握ったまま、なんかこう手首を動かそうと思ってもなかなかやっぱ動かしにくいんですけど、ここの力を抜けておくと、このおいでおいでがしやすいみたいな、なんかこう力強い家賃払ってくださいみたいなノックをするときって、まあ、割とこう手を握りしめてこうノックをするんですけど、なんか割とこう優しくお客さんを呼ぶときはこう手の力を抜いてノックしたりするんですけど、なんかそれのこの手の力っていうのがこうスティックに伝わったりすると、まあ、手首痛めたりとかっていうのがあるので、なのでこのスティックを止める動作としては、この親指と人差し指で止めるんじゃなくて、小指と薬指側、このスティックの後ろの方を持って、でスティックってまあその後ろの方を持つと前が重たくなるので、こうスティックって弾みにくくなるんですね。こう前の方を持つとスティックってこうスーパーボールが弾むようにこう弾むんですけど、この後ろの方を持つとスティックってこうスティック自体の重みで弾みがなくなるので、この弾みがなくなるのを利用してスティックを止めるっていう動作っていうのを、ダウンストローク、まあ、スティックを止める動作では意識をしてもらいたいところなので、なのでこのスティックの持ち方としては、こう親指と人差し指のこの間かな、この間にちょっとこのやや空洞があるぐらいが、この小指薬指もちゃんとこう持ててて、まあ、スティックも止めやすくなってくるっていう感じなんで、でずっと力が入ってくると、なんかグリップがこういうグリップになってきたり、でそうすると結構ね、この力が入ってくるし手首を痛めたりする可能性があるので、まあ、それだけちょっとアクセント編は特に、気をつけていただきたいところかなという、ところになってます。ということで、まず一つ目が、4連打の16ポンプ4連打の、まあ、一発目だけアクセントですかね。たっこ焼きたっこ焼きみたいな、これをちょっとまずやってみます。ちょっと余裕がある方は、まあ、このまあ、これ今僕は足で練習パッドがあったりするんですけど、その足でリズムを取りながらこのアクセントをこう狙えたりこうするとまあいいし、まあ、アクセントに合わせて足をこう入れに行ってもまあリズム的にこう鍛えられるんじゃないかなと思います。まあ、特にややこしいところにアクセントがついた場合、例えばこう3個目にアクセントがつくとか、こうタッコ焼きタッコ焼きをやりながらこう足を1個目に入れるのってまあ意外とむずいとかっていうこともあるので、なのでまあこう余裕がある方は、まあ、口でカウントしたりとか、こう足でリズム取りながら、なんかそんな感じで取り組んでみてもらうといいんじゃないかなと思います。では、一発目アクセントです。はい。1、2、3、4、1、2、3、4、1、せーの、1、2、そう、一発目のこのアクセントがダウンストロークになるので、まあ、座面のこうすぐそばでこうスティックを止めて、で、できるだけこう残りはこうちっちゃい音で叩けるんですよね。4 and
たこ焼き3 and 4。 でまあこのちょっと意識がこうもし向けれそうならこの3つ目かな、このたこ焼きたこ焼きのこのやーで手をこう上げるというこのアップのアップストロークの意識をちょっと持っててもいいですね。たこ焼きたこ焼き3 and 4 and 1 and 2 and 3 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 and 4 and 1 画面のすぐそこで止めるみたいな。でこの止めるときにその親指と人差し指に力が入ると、まあ、手首にちょっと負担がかかったりすることがあるので、まあ、この小指の方がこのスティックの後ろ側を持ってスティックの重みで止めたりするとこういい感じにスティックが止めれるんじゃないかなと思いますね。できるんじゃないかなと思うんですけど、こう2個目からややこしくなってきますね。2個目はあの左手のアクセントになるので、たこ焼きたこ焼き、まあ、2個目をこう狙う、やしあの左手が、まあ、ダウン、まあ、アップみたいなこの動作になるんですけど、一応なんかリズムのこう演奏するイメージとしては、まあ、2個目に左手のアクセントが入るので、もうすでに左手がこう手が上がってる状態でこう始まれるといいですね。こうたった、まあ、そのままこのストンと落とすだけみたいな、たこ焼きたこ焼きでこう上げたりとか、でもし足を入れる場合はこの足入れたところでなんかこういうフォルムでバスドラがこう入ってるみたいな、なんかそれを入れるとなんかちょっとこう入れやすくなるんじゃないかなっていう、なんかこういう手の形でタッ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 で足が入ってると思えばこうバスドラが入れやすくなるんじゃないかなと思うので、そんなことでやってみます。2個目1 and 2 and 3 and 4 and 1 早いかな、かっこいいや、早すぎるっていう人がいたらちょっと言ってください。たっこいや、たっこいや、そう、2個目はね、あの足を入れようと思うとなかなかむずくなるんじゃないかなと思いますけどね。させやすくなると、左手も止めるときは、まあ、できるだけこう、親指人差し指の力を抜いて、まあ、小指薬指側のこうイメージで叩けるといいですね。練習ができたりするといいですね。なんかドラムセットに応用するときとかは、なんかこうタムとかにこうパッとッタッタッタッとッタッタみたいにこう移動させてこう練習するのもこういい練習になりますね。ずっとやってると何をやってるのかわからなくなるやつですけど。一部ではあの最初の方にあの詰め込みすぎて後半時間がなくなるということがあったので、その失敗を生かしてちょっと次から次へと行きたいと思います。次
じゃないと3個目アクセント、まあ、これも本当に非常にあの使用頻度が高いんじゃないかなと思います。こうスネアでこう叩いたりすることももちろんこうあるし、まあ、ハイハットでこうつくチキチキ、夜にかけるとかそんな感じじゃ違ったかな、このつくチキつくチキみたいにこの3個目アクセントでこう刻み続けるみたいな、あとは状況は結構よくあったりするんじゃないかなと思います。で、まあ、結構そのバスドラムと合わせてやっぱこう入ることが多いので、まあ、できればこの足でリズム刻め入れておいた方が、まあ、良くなってくるんじゃないかなと思います。で、その際はまあこのアップストローク、まあ、一番最初こう手を上げながら叩いたりするんですけど、この手を上げるのと一緒にバスドラが入るというなんかそういう感じのこう感覚が見えてくるといいですね。こっちに足を寄せたくなる問題があるんですけど、この上げながら叩くみたいなそうことができるといいですね。焼きそば焼きそば3せーの一番最初がこうアップストロークになるので、まあ、手を上げながら叩いてこうアクセントに備える。ヤキソバ、ヤキソバ、こう足をね入れるのがむずいですよね。ワン、ツー、ワン、スリー、ワン、フォー、ワン、ワン、ツー、ワン、スリー、ワン、フォー、ワン、ちょっと後ろのガイドを消します。スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。そうで3個目のアクセントは、まあ、この小指の方でこのスティックの重みを生かして、座面のこのすぐそばで止めれたりするといいですね。アクセントが表なのか裏なのか、これがこうねフリックを消すと分からなくなる問題はありますね。果たしてこの世界は表なのか裏なのか、こう哲学的な話でもありますね。真実ってなんなんやろっていう。クリックに集中させない意地悪という。はい、なるほどです。こんなことやってるから時間がなくなるっていうね。次は4個目のアクセントですかね。こう焼きそば、焼きそば。なのであのキーのまあ2個目かな、2個目でこうアクセントを狙うみたいな、タッ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 タ、これなんか状況的にはなんかスネアがちょっとやや後ろにずれた8ビートみたいな、ドンパンドゥドゥツタツッタンみたいな、なんかちょっとこの完全感覚ドリーマーの A メロとかツツタツツツツタツツタンツツタンみたいな、なんかちょっとこうやろずらしてアクセント狙うみたいな時の、まあ、練習としてこの4つ目っていうのは、まあ、結構効果的なんじゃないかなと思いますかね。まあ、左手で結構その上げたり下ろしたりみたいな、ことっていうのはこうスネアを叩く中でもよくあるんじゃないかなと思うので、4つ目をぜひともやってみましょう。1タッ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 3せーので1焼きそば2焼きそば3焼きそば4焼きそば1 2 3焼きそば4焼きそば1two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four,
ヒーの2個目がアップストロークになるので、まあ、手首からこう上がっていくような感じで狙えてもいいかなと思います。まあ、もしくはこのパッドを、時計と見立てて、アクセントしてるところは、7時の位置でこう構えて、で、焼きそばのこのヒーのアップストロークをこう8時の位置、この7時、8時みたいに、なんかこの手の位置をちょっと変えると、まあ、アップストロークへのこう意識が向きやすいかなっていう、ところなので、まあ、ちょっと左手のアップダウンよう分からへんなっていう人は、この時計と見立てて、で、左手は、7時、8時、まあ、8時の位置でアップストロークみたいな、なんかそういうところを意識してみてもらってもいいかもしれないですね。焼き、まあ、特にこの左手がこうピタッて打面で止めれると、こうスネアの8ビートなどを叩いた時のこのスネアの扱いが非常に良くなるんじゃないかなと思うので、この左手のアクセントをできれば頑張っていただきたい。焼き、この時にこう、ね、親指人差し指の、まあ、力をできるだけこう抜いて、手首に負担がかからないようにしていただけるといいですね。焼き、場合はこの最後のアクセントにこの足が寄ってしまったりするので、ダーンみたいにダーンみたいにこう寄ってしまったりするので、まあ、一番最初のこのタッコ焼き、タッコ焼きの、まあ、ちっちゃい右手、このタップストロークの右手と足を合わせる感覚がいけれてもいいかも、まあ、もしくは最後のアクセントとこの足が入れ替わる感じ、このピョンピョンドンみたいな、このアクセントと足が入れ替わるように狙えてもいいかもしれないですね。出るんじゃないかなと思うんですけども、もうでもね、もう20分、20分ぐらい、もう30分ぐらい経とうとしてますね。早いもんで、次は1個目と2個目のアクセント、まあ焼きそば、焼きそばになります。でこの2個目編は右手も左手もアップダウンするみたいな、このダウンダウンアップアップダウンダウンアップアップ、なんか時計に見立てると、5時7時4時8時みたいな、タンタンツッツッタンタン、やし、まあちょっとややこの腕の方からというか、何やろ、ちょっとこの腕全体でアップしていけると、まあ、狙いやすくなったりするんじゃないかなと思います。こうダウンダウンアップアップダウンダウン、降りる降りる上がる降りる降りる降りる上がる上がる降りる降りる上がる上がるみたいな、まあ、この右手も左手もアップダウンしている感覚があるといいかなと思うので、ちょっとだけテンポ上げようかな。タンタンツッツッタンタンツッツッタンタンツッツッ、60bpm いきます。せーので、早いかな、早すぎますっていう人がいたら目で訴えかけてください。あ、いいですね。ダウンダウン、止める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 、右手も左手もアップダウンしてるみたいな。なので、まあ、この1個のフレーズやけど、まあ、この右手左手それぞれにちょっと意識を向けて、まあ、右手のダウンアップ、そして左手のダウンアップ、まあ、それぞれにちょっとこの目線を向けて、意識してみてもいいですね。ダウン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 、そう、ちょっと早いですよね、ちょっと落とします。
意識を向けてもらった方が、右は結構ね無意識になんかダウンアップできたりするんですけど、まあ、左がやっぱりこうどうしてもやりにくいというのがあるので、なんか左の、まあ、特にあのアップストロークかな、手を上げる動作に左手は意識を向けてもらうと、ちょっとこのフレーズの全体像が見えてきたりするかも。ワンタン、うんうん、ツータン、うんうん、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。1,2,3,4,1,2,3,4 いいですね。またね、笑顔でできてるんじゃないですか、皆さん。続いて、1個目と3個目のアクセントになりますかね。まあ、これは右手が、まあ、さっき の, あのフルストロークという、まあ、高い位置からこう叩いて、そのまま何やろ、こう上の方にこうスイークを戻す。で、左手はタップストロークになるので、左手はなんか指を使ってこう叩くみたいな感じでこう明確に分けれるといいと思います。なのでこれも、まあ、1個のパンパンっていうフレーズなんですけど、この右手と左手がそれぞれちょっと別の動き、別の運動をしてると思ってもらった方がこうつなげていきやすいかなとは思いますかね。特にあのアクセントあるあるなんですけど、アクセントした時にこう逆の手がつられてこう上がっちゃうみたいなのはこうよくあるんですけど、まあ、これをまあできるだけちょっと左手に意識を向けて、アクセントにつられて手を上げないみたいなところをやってみてもらうといいかなと思いますね。ダツダツダツ、これゆっくりやるとむずいかもしれないですけどね。そうで、足入れる場合はあの足がデンデンってなりたくなるんですけど、足はまあ1個みたいな感じでキープしてもらうといいですね。3、はい、ダツ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 、そう、右手はフルストロークで、まあ、なんかこう、ボールをこうドリブルしてるような、そんな感覚を持ちつつ、左手は、指でこのできるだけスティックを、低いところで、ちっちゃな音を鳴らすという。そう、ワン、ワン、ツー。まあ、どっちかというとこれも何でしょう、左手の方に意識を向けてもらった方が成功率が上がるかもしれないですね。そう、ただ指でちょっとこのパクパクっとするような動作をこうやってみてもらってもいいと、指でちょっとこうスティックをこう握るでもないですけど、こう後ろの方を指で操ってるなみたいな、なんかそんな感覚があるといいですね。そう、右はこう絶えず大きく弾ませつつ、そう、左はちっちゃく狙いつつ、そう、ワン、ワン、ツー、ワン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 、意識を向けるようにちょっとマインドコントロールします。そう、これでちょっと左手の方に意識を向ける練習をしてもいいかもしれないですね。1, 2, 3, 4, 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 1, 2, 3, 4,
もう何をやってるかわからなくなるっていうね。一体これは 何の音符をやっているんだろう。1 2 3 4 1 2 3 4はい1 2 3ですなんかついついこういうなんかこう絶妙なところを狙ってるやつはね、こういたずらしたくなるというね心理が働きますね。次は1発目と4発目かな。こう焼きそば焼きそば、この1個目と4個目を狙ってるので、まあ、ずっと続くとこの左右でこのアクセントの流れがこうできるというタツツタタツツタで、ちょうどこの真ん中がこう上がりながら叩くということになるので、真ん中の、まあ、左右の順番で上がるアップストロークが意識できたりすると、効果的かなと思います。まあ、これはなんかあの、タムのタドゥドゥダみたいなタドゥドゥダジャーンみたいな、なんかこうタム移動にもよく、まあ、使われるし、あのシックスストロークロールっていうなんかこうね、おしゃれな人が使う系フィルなんかこういうシックスストロークロールっていうやつも、まあ、この真ん中を上げながら叩いてるんですけど、それの動きの元になるのがこういう真ん中が上がってるアクセントみたいなことになるので、なのでまあ細かいフレーズをやるっていう時も、まあ、割とこういう、なんだろう、もともとのアクセントの動作っていうのが体に入ってると、まあ、そういうこうシックスストロークロールみたいなこのこじゃれたフレーズがやりやすくなるんじゃないかなというところで、やってます。1発目と4発目。ダツツタダツツタ。せーの。で、焼きそば、焼きそば。真ん中がこうアップストロークですかね。ワン。アップアップ。ツー。アップアップ。スリー。アップアップ。アップアップ1 8時4時2 8時4時3 8時4時4 8時4時1 8時4時2 3 4 1 1 あ、間違えた2 3 なかったことにしてほしい4 7時8時7時5時2 7時5時3 7時5時4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 18時し、あ、間違えた。むずい。しゃべりながらできへん、これ。3、4、1、2、3、4。この左、この左右のこのアクセントの流れを、まあ、このフレーズではちょっと見えてくるといいですね。そう。こう、左右の順番で、スティックをちょっとこう、止めるでもないですけど、そういうような意識があると、このフレーズは成功率が上がるんじゃないかなという。真ん中を上げながら叩いて止める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 。あ、いいですね。なんかこう体の動きの流れみたいなものがつかめれたら、割とこのフレーズもやりやすくなる。アクセントを意識するのも、まあ、もちろんそうなんですけど、こう体の動作の流れ、この左から落ちるというか、この動きの流れが見えてくると、まあ、タム移動とかもしやすくなるし、そう、動きをつかめれるといいですね。3、4、1、2、3、4。あ、いいですね。1、2、3、4。いいです。3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。いいです。4。いいですね。なんかでもちょっとずつなんかこう手の上がるポイントとかが見えてきだしてきてるんじゃないかなとは思いますけどね。続いて8個目か、2個目と3個目がアクセント。うったったん、うったったん。まあ、これもアクセントの動作と流れとしては、まあ、左右でこうタンタンってこうなるという。で、これも2個目にアクセントが入るので、まあ、スタートとしては、まあ、左手がこうすでに上がってる状態からスタートして、うったったん、うったったんみたいな、なんかそういうこう動きの流れがつかめれるといい感じですね。これもまあね、フレーズの中では割とこの3個アクセント、つつたつつつたつみたいな感じのアクセントと合体させて、つつたつつたたん、つつたつつたたんみたいに、なんかアクセントの流れとして、使用することがまあ非常に多いんじゃないかなと思うので、まあ、これもなんかこうね、おしゃれなフレーズをやる人が好み系フレーズにはなってくるんじゃないですかね。2個目と3個目。1、たったん、2、たったん、3、せーの、4、で、1、たったん、2、たったん、3、たったん、
four, one, two, three, あ、いいですね。four, one, ちゃちゃ two, あ、これはなんかいいですね。four, こうみんなでこのリズムをやるとなんかこう、two, ちょっとこう、three, four, 全然うまいこと言われへんけど。two, three, なんかちょっとこうね、one, アフリカ系というかね、なんかこう、four, みんなでこう、one,全然うまいこと言われへん。4 1 2 3 タッタン4 タッタン1 2 3 4 なんかこうアーティストがこう観客に促しそうな手拍子ですよね。チャッチャみたいな、いくぞーチャッチャみたいな、なんかそういう系の two, そういう系のやつですね。4 1 タッタン2 タッタン3 4One, two, three, four, one, two, これはもうまあね、この動きの流れのサイクルをうまくつかめれるといいですね。three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, 左右、two, 左右、three, 左右、four, そう。で、まあこのアクセントが複雑になると、まあ結構ね、力でスティックを止めがちになるので、まあ、その時にこの親指人差し指に力が入ると、まあ、ちょっと手首に負担がかかったりするので、まあ、できればスティックを緩やかに持っていただいて、小指薬指側、まあ、スティックの後ろ側で、スティックの重みを生かして止めれるといいです。ダッタン、フォー、ダン、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、three, four, one, two, three, 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 four, one. いいです。これでもね、複雑なところをこれも、まあ、狙ってるので、まあ、非常にこう、アクセント練習以外でも、なんかこの、タイミングの練習にも、まあ、なったりするし、まあ、左が割ときっかけになるので、まあ、左手が強化、こう、されていくんじゃないかなと思います。次のやつは、左手がフルストローク。まあ、この2発目、4発目のアクセントなんですけど、左手がフルストロークでずっと弾ませ続けてて、で右手はちっちゃい音でこう鳴らしてるという、まあ、このさっきのこう逆のやつですね。右手がフルストロークやった中、次は左手が。で、しかもこれが裏をこう狙うので、まあ、なかなかちょっとやりにくいところではあるんですけど、まあ、これも右手と左手がこう別々の動作というか、別々の動きの流れをつかめれるといいんじゃないかなと思うので、ちょっとそんなことを意識しつつ、これちょっと複雑系はもしかしたら、僕のいたずら心。Four. はい。One. タンタ。Two. タンタ。Three. タンタ。Four. One. Two. Three. Four. One. たこ焼き。Two. たこ焼き。Three. たこ焼き。Four. たこ焼き。One. そう、左手はずっとこうリバウンドをさせ続けるというか、高い位置までこうスティックを振り上げられるといいですね。Three. で、つられてこう右手が上がらないようにできるといいので、Two. まあ右手はまあどっちかというと手首の動作っていうよりかは、まあ指の動きで、叩いてるみたいな感じでいけるといいですね。One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four.One, two, three, four, one, two, three, four, one, two, この左手練習としてはね、three, 非常に four, one, これも左手のリバウンドを意識できるようにしちゃおうかな。four, one, two, three, four, one, eat, up, two, eat, up, three, eat.左手はできるだけこう弾みをこう止めずに、左手はこう弾ませ続けるということですね。3 4 1 2 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 3 4 1
three, four, one, two, 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 three, four.ちょうど半分じゃないですかね。今45分。早いですね。こう45分アクセントをやり続けるというのはね、なかなかこう、大変なことやと思うんですけど、みんなでやるとね、早いです。あと半分。ちょうどフレーズもあと半分ぐらいじゃないですかね。次は3発目と、4発目。うんたった、うんたった。なので、まあ、一番最初がこうアップストロークになるので、こう手を上げるところからスタートして、まあ、アップアップダウンダウン、アップアップダウンダウン、アップアップダウンダウン。みたいな感じの動作を、意識してもらえるといいんじゃないかなと思います。で、その際にあのバスドラを入れるときは最初のアップとバスドラがこう一緒に入るので、まあ、ここをちょっとね足を入れるときは意識してみてもらうといいんじゃないかなと思うんですかね。じゃあ3、せーの、で、1、たった、2、たった、3、4、1、焼きそば、焼きそば、3、4、1、2、3、4 1 2 3 4 1 up down down 2 up down down 3 4 1 up 2 up 3 そう、手を下ろすときはできるだけこう、なんやろ、こう画面のすぐそばでこう止めれると、まあ、次のアップにつなげやすいというところがあります。4 1 2 3 4 1 2 34 1 2 3 4 いいです。1 2 3 4 1 down down 2 down down 3 右左4 右左1 右左2 右左3 右左4 右左1 up down down 2 up down down 3 4 1 down down 2 down down 3 down down 4 1 2 34 1 2 3 4 1 down down 2 down down 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 down down 4 down down 1 2 3 4 1 2 34 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 down down 4 止める止める1 止める止める2 止める止める3 止める止める4 止める止める1 止める止める2 止める止める3 4 1 止める止める2 止める止める3 止める止める4 1 23 4 1 止める止める2 止める止める3 4 1 はい、ええ感じになってきてます。以上が一応、まあ、1発と、まあ、2発のアクセントの組み合わせになるんですかね。で、ここからは、今のこの、アクセントたちっていうのを、1つ目アクセントと、まあ、その他こう全てをこう合体させて、やってみようかなということになってます。で、この1個目と2個目とかで1個目と3個目とかっていうなんかいろんな組み合わせをやっていこうと思います。で、これはなんかそのアクセントの組み合わせが変わると、もちろんこの手の上がるポイントとかこの何やろ動きの流れのサイクルとかが変わるので、なのでまあそのあたりをちょっと意識しつつ、まあ、いろんな組み合わせで練習ができておくとこう便利かなと思います。で、まあ、ドラムセットで練習するときとかは、まあ、それをこうタムに移動したりとか、なんかそういう感じで応用できるといいかなと思いますかね。